鳴子温泉鬼神戸地区にはその辛みが独特の風味でもある伝統野菜があります。鬼神戸菜はですね、お盆前に発種してですね、でそこからね、ちょうど今の時期の11月の頭から雪降るまでの間の短い期間に食を楽しむという形になりますね。鬼神戸菜の食べ方っていうか調理方法なんですけども、調理方法っていうかね、2つあるんですけども、一般的には漬物っていうみたいな塩蔵塩漬けですよね。あともう一つは、ほとんどの家庭で鬼神戸菜作っている家庭でする調理方法はふすべるっていうか、ふすべると呼ばれる調理方法は、一度湯通しをし冷水で洗い流し一晩置くと翌日には香りとほのかな辛みが出てうまいのだそうです。ですからね、これはね、本当に鬼神戸の財産ですよね。ですからこれは絶対なくしちゃいかんということで、代々ね、種をね守ってきたんですけどもね。世界農業遺産の大崎高度、先人たちが積み重ねてきた知恵と努力の結晶でした。